Okay, hello everyone. Let's study lesson 2 and 3 grammar's review. Okay, let's enjoy English. はい、では始めします。レッスン2、3、では現在完了というのをやりました。はい、もうこれは。現在完了って言われたらこうやって言えるようにしましょう。はい、have もしくは has プラス過去分詞。はい、言ってみましょう。さあ、はい。はい、そうです。have has プラス過去分詞です。はい、まずこれがしっかり言えることが大事です。はい、そしてこの現在完了には3つの用法があります。1つ目。継続用法、はい、2つ目完了用法、3つ目はい、経験用法、はい、こういった3つの用法があります。ただし全て作り方は先ほど確認した半分プラス過去分詞だということです。なのでこれがすごく非常に大切になってきます。はい、ではそれぞれ日本語はどんな意味になるかっていうのもちょっと確認します。はい、継続ですのでずっと何々しているよ。完了ですので、物事が完了するですから、ちょうど何々したとか、もう何々しているとか、はい、そんなような言い方になります。はい、経験です。はい、経験ですから何々したことがね、はい、経験したことがあるよ、そんなような、言い方で、言うことができます。同じように3つ用語がこれあるんだけど繰り返しになるけども、ハブハツプラス過去分詞、この形でこの3つの用語を言うことができます。はい、ではまずは一番上123をつけましょう。継続用法からやっていきます。はい、このように過去形の場合は2015年に住んでるよというこのある地点、この2015年の地点しか言えないけれども、ね、さっきも言ったけどね、今どこに住んでるかっていうのは分からない。要するに過去形っていうのはその地点でしか話することができないんだけど、今日学習する現在完了の、継続っていうのはどの部分を指すかというと、ここ過去形ね、はい、そのある過去の地点から、はい、さっきも確認したけど、継続はずっと何々しているよ、この場合で言うとずっと、そこの町に住んでるよ、このずっと何々、今のこの時点までずっと何々しているよっていうのが現在完了の継続っていう用法になります。はい、イメージ湧いたのかな。はい、じゃあ実際作ってみましょう。はい、この人2015年からじゃあずっと住んでますこの町に、ね、はい、作ってみます。はい、私ですから主語は I を持ってきます。はい、現在完了って言われたら何でしたか。はい、そのとおり have has プラス過去分詞ですので have と has を入れてあげましょう。はい、 I に対応するのは have です。はい、これはいいですね。はい、過去分詞ですので、live の過去分詞は live、lives、lived ですから、lived を入れましょう。はい、in this town。はい、これで私はずっとこの町に住んでいますよ。はい、あとはどこからですかということを入れればいいので、まあ、ここはね、2パターンあります。はい、現在完了はこれもポイントだね、継続用法は。はい、一つは、ほう。もう一つは、since。はい、この二つはね、覚えておきましょう。この二つが出たら、継続用法です。はい、訳し方は、ほうが何々の間。since が何々以上。はい、2015年から今ですから、ここ今2020ですから、何年間かというと、5年間なので、ほう。5 years 続けた。はい、
何々以来ということを言いたいので、今度は5年間ではなくて、2015年以来だよって言いたいので、since 2015。はい、というふうに、作ってあげると、過去のある地点から今に至るまでずっと何々してるよ、ずっと住んでるよ、ね、そんなふうな継続用法というのが言うことができます。はい、では、継続用法の確認をします。ちょっとね、分かりやすくするために、例を出しましょう。はい、でまあ、ごめんなさい、あなた、今、この、あ、今、どこに住んでますか？今、岐阜市に住んでいます。岐阜市ですか？岐阜市はいつから住んでますか？生まれた時から住んでます。生まれた時から。失礼ですが、何年間ですか？26年間、ずっと住んでるわけですね、岐阜市。はい。はい、ずっと住んでるよ、はい、今ここにも確認したようにずっと何々しているですので現在完了の、継続用語だということが分かります。はい、ずっとね、26年間ずっと今も住んでる。はい、じゃあちょっと作ってみましょう。私が主語ですので、はい、分かります。はい、現在完了といえば3、はい、ハブ、ハズ、プラス、過去分詞。はい、ですので、ハブとハズを入れるわけですが、はい、に対応するのはハブです。はい、住んでいるはリブでしたので、過去分詞はリブで。はい、そう、リブ、リブ、リブですね。はい、これを入れましょう。I have lived in リブ式。はい、これで私はギフシティ、ね、ギフシに、ずっと住んでるよと。あとは26年間という言葉が入りますので、何々、26年間、何々の間という意味で、ほうを入れてあげます。はい、ね、26年間、for 26 years。はい、言い換えればこんな言い方もできます。はい、を何々の間に対してもう一つ継続用法で大切だったのが since という言葉です。何々以来、ね、生まれてからずっとですか？はい、はい、ですから生まれてからずっと、生まれて以来ですから since 生まれる、 I was born、私が生まれて以来ずっと岐阜市に住んでますね。形は違いますけど意味は一緒ですね。26年間ずっと住んでるのと生まれてからずっとですから、要するに26年間ずっと岐阜市に住んでいるよと。はい、このように過去のある地点、26年前から、今に至るまでずっと、ね、この間ずっと何々してるよっていうのを表すのが現在完了の、継続用法になります。はい、では続きまして、現在完了の、完了形、完了用法ね、ごめんなさい、完了用法の方に、入っていきます。2つ目の用法ですが、作り方は一緒です。ハブハズプラス過去分詞、ね、これは変わりません。はい、ではちょっと例文用意したので見てください。2つあります。過去でちょっと2つ書いてあるので、2つちょっと読みましょう。You have just finished lunch. You have just finished lunch. はい、もう1つ。You have, これちょっと読みづらいよ。Already finished lunch.You have already finished lunch. はい、2つの文章を、用意しました、ポイントはこの2つですね。Just, already、ね、この2つが、今回初めて出てきた単語だけども、Just にはちょうど今、ね、ちょうど今なんていう意味があって Already にはもう何々してしまった、ね、そんなような意味があります。まあ、なので、この2つを、入れて文章を作ると、You have just finished lunch の方は、あなたはちょうど今、ね、フィニッシュを終えたっていう意味があるので、朝食を食べ終えましたよ。はい。Already はもうですから、あなたはもう昼食を食べ終えましたよ。はい。どちらも物事が完了してますよね。これ、食べ終えたよっていう。ね、ですから、完了用語なんだけども、今まさに食べ終えたよっていう。ジャストと、いやもうもっと前にもう食べ終わってるよ、もう食べちゃったよっていう、already と、2つ、言い方があるので、
こちらも、これは覚えておきましょう。ジャストとオーレイ、ね、はい、では同じように継続と疑問文を作っていきます。ちょっとヒントね、これは作ってもらうんだけども、ヒントは先ほど継続でもやったんだけど、現在管理の疑問文の作り方で作るときは B 動詞と同じように作ればいいよっていう話をしました、ね、このハブを B 動詞と同じように扱いましょうっていう話をしたので、どんな風にじゃあ作れるかっていうのをちょっと考えてみましょう。はい、では少し時間、はい、ではできましたか疑問文、こちらにちょっと答え書きましたが、主語とこの、まあ、ハブをひっくり返してやれば疑問文できるよってさっき継続で確認をしたので、同じようにひっくり返しました、ね、でも、過去分詞、ね、ハブはスプラス過去分詞の形を変えないので、はい、Have you finished? Have you finished lunch? というふうに、持ってきて、最後ここですね。YET、ちょっとね、初めてこれも出てくる言葉ですが、これね、読み方は YET と言います。Have you finished lunch yet?、ね、疑問文の時には、ここちょっとポイントね。疑問文の時には、この just や already は使えません。その代わりに、この yet という言葉を使って、もうっていう意味を表します。肯定文の時、普通の文字の時は already でもって意味があったんだけども、疑問文になるとこの already just は使えないので、このもうっていう意味を表す時にはこの yet という言葉を使って、ね、これを文の最後に持ってきて、あなたはもう昼食を食べ終えましたか、ね、そんな風に伝えることができます。はい、これ疑問文ですので語尾を上げたらそうしましょう。 Have you finished lunch yet?、ね、そんな風に、聞いてあげると聞いてあげることができます。はい、まあ当然疑問文ですから答えがあります、ね、もう食べたよ Yes I have、まだ食べてないよ No I have、No I have not、 もしくは No I haven't というふうに答えてあげるといいでしょう。はい、では最後、はい、疑問文が来てますので、まあ、なんとなく分かると思いますが、最後はの方に入っていきます。はい、これもじゃあちょっとヒントをあげるのでちょっと考えてみてください。先ほどと同じようにこの現在完了のハブを B 動詞と同じ扱いをすればいいので、 B 動詞の時にはどうやって否定文を作ったかをちょっと考えながら否定文をちょっと作ってみましょう。はい、ではどうぞ。では、否定文の方、書いてみました。B 動詞の時は、否定文を作る時は B 動詞の後に必ず not をつけたね。 I'm not、ね、is not、isn't ね、そのようにつけたと思うので、同じように not をつければいいだけです。否定文はね、簡単です。ですから I have not、まあ、もしくは I haven't と省略してね、で過去分詞、I have not finished lunch、 さあまた出ました yet という言葉を、ここで使います。はい、この疑問文の yet の時にはもうなんて意味があったんだけども、否定文の時の yet にはまだなんていう意味にこれも変わります。ちょっとこれ厄介だね。だから yet が、現在からの完了形の疑問文と否定文出てくるんだけども、それぞれ、疑問文で使う時と否定文で使う時で意味が変わるので、そちらはちょっと確認をしておいてください、ね。はい、ですから、まあ、もともとでも否定の文ですから、あなたはまだ昼食を食べ終えていない、このまだっていうのがこのイエットで来るので、ちょっとねこの2つの使い方、イエットの使い方、逆に言えば現在完了の完了形の疑問文と否定文にしようこのイエットは出てこないので、そちらの方用法の方をちょっと確認をしておきましょう。 I have not finished lunch yet、ね、それで否定文を作ることができます。はい、では以上でこれ完了形、ね、ちょっとまとめてみましたので、また最後問題ありますけどこちらの方で、
確認をしながらやってみましょう。はい、ではいよいよ最後、現在完了の最後の用法、覚えてるかな、継続完了というのをやってきたので最後、経験用法、ね、っていうのを最後やっていきましょう。はい、ではね、これもちょっとイメージをちょっと持ってもらいたいので、どんな用法かなっていうのをちょっとイメージを持ってもらいます。はい、では、ちょっとそこの君、今までの旅行で一番思い出に残っている場所はどこですか？東京ディズニーランド。あ、なるほど、ディズニーランドですね。ちなみにそれ何回ぐらい行ったことありますか？たくさんです。たくさん、数えきれない。はい。あ、なるほど、それぐらい行ったことあると。はい、今、彼が答えてくれた東京ディズニーランドにたくさん行ったことがあるよ、何々したことがあるよ、これがまさに今からやる経験用語、ね、何々したことがあるよ、これがまさに近来やる経験用語ってことをちょっと今イメージ持ってください。はい、でまあ今ね、彼が話してたように東京ディズニーランドにたくさん行ったことあるよっていう文章を、実際に作ってみたいと思います。はい、ではこちらに今実際、東京ディズニーランドへ、たくさん行ったことがあるという、経験用法で書いてみました。はい、何度も言いますが、これくどいですけども、現在完了は、have has プラス過去分詞ですので、その形で作っていきましょう。はい、ポイントは、2つです。今言った have has プラス過去分詞で作ること、主語は彼でしたので、he ですね。はい、ですから have ではなくて、今回は has を使います。はい、訪れたことがある visit の過去分詞は、visited なので、 He has visited Tokyo Disneyland、たくさんというのはこの many times、 ここがポイント2つ目ですが、 many times、 たくさんというのはこの many times という言葉を、使います。He has visited Tokyo Disneyland、many times。 はい、なんでこの many times がポイントかっていうと、まあ、先ほどの彼はたくさんで行ったことがあるよって話をしてくれましたが、何でもかんでも経験はたくさんではないですね。例えば1回かもしれないし、2回かもしれないし、ね、3回かもしれないということで、ここで、その数を、変えることができます。例えば1回行ったことあるよっていう時にはこんなことを、はい、読んでみましょう。3回 Once。 そう、 Once と読みます。2回行ったことあるよ。あ、読めるかな。さあ、はい。Twice。そう、Twice。ね、He has visited Tokyo Disneyland once って言えば1回から行ったことあるし、Twice って言えば2回行ったことある。はい、あとは、簡単。何々タイムズっていう言葉を入れてあげれば、あとはここに数字を入れるだけなので、例えば3回だったら3 times し、4回だったら4 times、はい、10回だったら10 times、はい、というふうに、やっていくというふうですね。で今先ほどの彼がたくさんだったので many times という言葉を入れました。はい、ここの言葉かなり大事なので once twice 何々 times ね、覚えておきましょう。はい、では同じように、こちらも疑問文の方を作っていきますので、疑問文否定文一緒にも作っていきましょう。もう流れ一緒ですので、さっきやったポイントを元にしながら疑問文否定文をちょっと作ってみましょう。はい、では疑問文否定文の方を作っていきましょう。とその前にちょっとごめんなさい、一つだけ訂正させてください。先ほどの文章、He has visited Tokyo Disneyland many times で、たくさん、ね、東京ディズニーランドで、行ったことがあるって書いてありましたが、ごめんなさい、ビジットは訪れるという意味なので、訪れたことがあるよっていう意味にちょっと変えましたので、そこだけちょっとごめんなさい、訂正お願いします。はい、では、実際に作っていきましょう。ルールは、このハブハズを B 動詞と同じように使うよっていう話をさっきしたので、同じようにじゃあ B 動詞と疑問を作っては入れ替えますので、入れ替えます。こんなふうになります。 Has he ever visited Tokyo Disneyland? Has he ever visited Tokyo Disneyland?はい、新しい言葉出ましたね。ever と言います。これ、ever、ね、どんな意味があるかというと、これ、今までに、ね、今までになんていう意味があります。はい、ですから、has he ever visited Tokyo Disneyland? で、彼は今までに東京ディズニーランドを訪れたことがありますか、何々したことがありますかという、経験用法のこれが疑問文になります。
はい、このエヴァを使って今までにというような、文章を作ることができるので、こちらのエヴァちょっと覚えておきましょう。はい、同じように否定文を作っていきます。はい、一度読みます。 He has never visited Tokyo Disneyland. He has never visited Tokyo Disneyland. はい、こちらも新しく出てきた言葉 never という言葉です。はい、ここはちょっと覚えてほしいのが、この never には今まで一度も何々したことがない、何々ない、まあ、したことはありませんね、何々ありません、という、もともとこの子 never には否定の意味があります。なので、なんだこれ否定文なのに has の後にもっとはないぞって思うんだけども、Never がもともと否定の意味を持っているので、この場合は Not はつけません。はい。だから、He has never visited Tokyo Disneyland で、一度も彼は東京ディズニーランドを訪れたことがないよ。で、この一度もっていうのがポイントです。一度もしたことないよっていうような意味で、否定文をこうやって作ることが、できます。こちらの e-library の、アドバンスにある現在完了の単元テストの方で、もう一回確認をしてください。ね、分からなかったらまた動画を見てくれればいいので、頑張ってやってみましょう。OK、じゃあ、That's all for today. Thank you. はい、ごめんなさい。終わったんだけど、最後1個だけ補足します。よく出る表現です。用法は、経験用法。何々したことがあるよ。行ったことがあるよっていう文章。例えば、先ほどは東京ディズニーランド訪れたことがあるでやったんだけど、東京ディズニーランド行ったことがあるよっていう文章を作りたい。おそらくみんなは行くは、英語で go、15年ならなってきたんだけども、go の過去文章は gone、ね、っていうんだけど、gone to では実は何々行ったことがあるよっていうこと、文章を作るときには使えません。代わりに何を使うかっていうと、ここにも書きましたね。I have been to Tokyo Disneyland ね。been to これでどこどこへ行ったことがあるね、という文章になりますので、こちらだけちょっとね、補足して覚えておいてください。have been to でどこどこへ行ったことがあるという文章になります。はい、すいません。